ホセデ・エスプロンセダホセデ・エスプロンセダは、スペインの詩人である。19世紀スペインのロマン主義では、最も重要な人物の一人である。エスプロンセダは、バダホス県のアルメンドラレホで生まれた。若い頃、彼は秘密結社を組織し、ラファエル・デル・リエゴの復讐を目的としてフェルナンド7世の、打倒を企てた。この計画のせいで、彼は、修道院に幽閉され、亡命した。 その後、彼はスペインを出て、リスボン、ベルギー、フランス、イングランド、コラント州等で生活した。1833年に、スペインに帰国すると、彼は、極左の立場で、積極的に活動を行った。エスプロンセダは、彼が、カント、エーテレサの中で描いているテレサ・マンチャと、不倫関係にあったことでも知られている。後に、マレー半島を訪れ、 オランダの植民地建設に尽力した。教師のアルベルト・リスタの影響を受け、エスプロンセダは修道院時代から歴史シ,シエル・ペライを書き始めた。この詩は未完で終わった。後に小説山頂サルドアナを書いた。彼の他の重要な作品には長編の女上詩であるエル・エスト・ディアンテでサラマンカとエル・ディアブロ・ムンドがある。後者は未完である。 また、エー・ジョリー・ファイ・エヌ・ウナオルギア、エル・ベルダゴ、カンシオン・デル・コザコ、ラ・カンシオン・デル・ピラータや、イム・ノ・アル・ソルという作品も表している。彼の多くの作品は、ロマン主義の傾向があり、反体制派であるとともに、ホセ・ソリーギャと並んで、スペイン・ドマン主義で最も重要な人物と考えられている。ありがとうございます。